宇宙は果てしない。その大宇宙の中に小さな王国がある。太陽を中心に9個の大惑星と1600以上の小惑星や衛星などで作られた太陽系と呼ばれる星の王国だ。9個の大惑星、それは水星、金星、我々の地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星だ。この果てしない大宇宙にはどんな不思議なことがあるのか誰も知らない。暗黒星雲の裏側に存在する M78 星雲、この星雲は6900万個の星を有し、その最大な星はなんと地球の直径の60倍もある。ここにウルトラ6人兄弟とウルトラの母が住んでいる。ウルトラの星、ここには太陽はなく、プラズマというエネルギーを使っている。この星には300ほどの都市があり、地下には900台もの原子力発電所があり、そこでプラズマエネルギーは作られている。ウルトラ兄弟たちは想像を絶する超能力で地球の安全と平和を脅かす悪と戦い続けてきた。そして1万年以上大昔の地球の平和は大国のラマヤーナが守り続けてきた。ハヌマーンの生誕はまさに神秘的である。
突然太陽の活動が激しくなり、太陽系宇宙の中心で静止していた太陽は燃え盛る炎の車となって地球に接近し始めた。灼熱の太陽は地を焦がし、水を奪い、動物たちの命をも奪い始めた。水飢饉に苦しむ村では子供たちの雨乞いの踊りが始まった。伝説の白い猿ハヌマーンのお面をかぶって踊っている少年がこの物語の主人公コチャンだ。たまりません。どこかにおまへん。お水が欲しい。どらしてどら、もうダメ。何やら匂いまんがな。何がこれやら。何がなんかいいね、お水の匂いやな、これ。あ、くんくんくん。お水だ。あったー。お水。あったのだ。ないな。そうでか。え、ちくんを。よけー。でも、こっちゃ。よしよし、早く早く。よーっとー。いったいかなもうちょっとで焼き死ぬとこでお前知ったがな。確かに冗談じゃないで、これで今で本当に地球は燃え出すぞ。ほんまほんまほんま。望みの綱はビルット博士の陰行の雨でんがな。降るかな、シースリー。ビルット博士ならきっと成功。
そうやな。あのな、人口の雨にかけちゃ世界の第一人者でんな。あら、水泳禁止、子供と老人のための飲み水。いけ、この2人は大国が世界に誇るドーナ第7ロケット基地の特設発射機の優秀な操縦士だ。ドーナ第7ロケット基地、そこでは今ビルット博士が人工雲の最初の実験の準備を進めていた。ここが私たちの実験室です。皆さんもいくらか人工雲の知識はお持ちでしょう。あのロケット見たまえ。博士、調べ終わりました。うん。今までのように溶化銀やドライアイスを撒き散らすような幼稚な方法じゃないんだ。最初の実験ではテストとして一発打ち上げる。はあ、なるほど。ロケットが上空で爆発すると小雨が降るはずだ。そしていよいよたくさんのロケットを一度に打ち上げる。猛然と雨が降り出して焼けた大地をたちまち冷やしてくれるぞ。素晴らしいじゃないか。これで地球は救われる。ありがとう。頑張ってください。ああ、素晴らしいな。どうもご成功。どうもありがとうございました。マリサ、我々の科学はついにここまで進んだんだ。でも精神的なものを忘れているわ。ん？なんだって？ビルット博士、仏様の力を忘れてしまってはいけないと思うわ。そりゃそうだ。伝説の魔人ハヌマーンに祈れば雨を降らせてくれるかもしれないわね。何を言ってんだマリさん。科学こそ現代のハヌマンだ。泥棒待て。
仏様、どこへ持ってくんだ。いや、おい待て。離せ。N78 星雲に住むウルトラの母やウルトラ6人兄弟はブッダを敬い、しかも勇気ある少年コちゃんの死を見ていた。コちゃんの勇気と善良さを愛していたウルトラの母は、大国の伝説の英雄ハヌマーンの魂をコちゃんに移し替え、地球を悪から守るために英雄ハヌマーンとして再び地球に送り戻すべく、その亡骸をウルトラの星に運ぼうと考えた。ウルトラの母は白い猿ハヌマーンの魂を招いた。コちゃん、立ちなさい。コちゃん、立ちなさい。
ちゃんだ。コちゃんが死んでハヌマーンになったんだ。コちゃん、コちゃん、コちゃん、コちゃん。アナンはハヌマーンを追って走り続けた。遠い遠い昔のこと、ラマヤーナの弟ラックサナが訓判機の矢に刺された。ピペークの老人はサッパー屋さんの頂に咲くサンゴラニートリチャワーの花の果汁を傷につければ鬼の矢が抜け、ラックサナの命が助かると告げた。しかしそれも太陽が昇る前に間に合わないと薬の効き目はなくなるというのだ。ハヌマーンは太陽へ向かって飛んだ。うわ、おい、なぜ俺の車を止めた。ラックサナが鬼の矢に刺さって倒れた。太陽が昇りきるまでにサンゴラニトリチャワの花を持って帰らないとラックサナは死ぬ。しばらく動かないでくれ。自然の流れに逆らうことはできない。お願いだ、ラックサナが死ぬ。ラックサナは悪い鬼と戦った勇気のある男だ。お願いだ、お願いだ、止めてくれ。分かった、しばらく止めてやる。ありがとう。
ヌマーンとっておきの手を見せてやる。いつまでもそうはさせないぞ。ほら行くぞ。よかった。よこうしてハヌマーンは鬼の矢に刺されたラックサナの命を救ったという。ハヌマーン、僕も助けてくれ。太陽が僕を殺す。コウちゃん。つらりゃ何だって変えるんだい。仏がなくても生きていける。水がなくちゃ生きていけないぜ。あれを見ろ。俺たちが殺した子供だ。そんなバカな。どういうわけなんだ兄貴。確かにあの子供だ。目の前で死んだはずだ。兄貴本当に殺したんですか。あつらせで目がどうかしちゃったじゃねえのか。どうなってるんだい。大切にしない奴は死ぬべきなんだ。
実は蘇った。誰だお前は。忘れたのか、私はハヌマーンだ。風神のこのハヌマーンだ。止まるんだ。なぜ止めるんだ。お前は地球を焼いてしまうつもりか。お前にその権利はないはずだ。地球から遠ざかってくれ。なんだって。よく見ろ、地球の人間の苦しんでいる姿を。お前は地球に近づきすぎているんだ。それだけじゃない、お前の炎は近頃激しすぎるぞ。そういえばそうだ。お前のために雨も降らないんだ。それは気の毒なことをした。地球からもう少し遠ざかってくれ。そうしよう。とっても嬉しいんだ。どうしたの、コちゃん。いつものコちゃんじゃないよ。アナン、みんなに言ってくれ。もうすぐ雨が降るって。雨が？あ、コちゃん。待って。待って、コちゃん。待ってよ。
こちゃん、こちゃん、こちゃん。一方、ビルット博士の人工の最初の実験の準備は終わった。まずはテスト用ロケットの打ち上げである。マリサ、準備いいか。はい。マリサ、60秒前だ。59、58、57、56、55、54、53。いいよいよでんな。待てらスターになりますぜ。新聞に手形が大きくなりますぜ。おいかちゃ主役そう、スターで世界の大スター。ピンクレディの顔負けですわ。で爆発。計算通りだ。雨はパラパラ程度ですが、とにかく降りました。それも計算通りだ。大成功、大成功、降りましたな、降りましたな。やったやった、ちょっとビルット博士、やらはりましたな。おめでとうさんで、ありがとう。おめでとうさん。おめでとう。気温は38度まで下がりました。雨はすぐ止んでしまいましたがね。快適な24度 C に下げてやる。本当ですか、博士。ほんま。やったやった。たくさんのロケットを打ち上げるんだ。これで計算によれば500キロ四方に70ミリの雨が降るはずだ。すでに準備は終わった。おお、素晴らしい、素晴らしい。やったな、やったな。雨、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 雨。マリサ、今から30分後に本格的な実験を開始すると騎士の司令部へ通告しろ。はい。シーシリア、シーパーク。はい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 。喜ぶのもそのぐらいにして、もう一度騎士へ戻るんだ。はいはい、どうぞ。ほんじゃ戻りまほう。もしもし、実験室より司令部へ、実験室より司令部へ。予定を24時間繰り上げ R 作戦を実施します。
関係者は直ちに部署についてください。予定を24時間繰り上げ R 作戦を実施します。関係者は直ちに部署についてください。今回の実験は歴史的なものになる。マリサ、秒読みは私がやる。はい。準備しろ。はい。準備はいいか。はい、異常なし。よし。博士、発射60秒前。59、58、57、56、55、54、49、48、47、46、はい、45、博士、44、実験中止を要請してきました。ラインのどこかに異常が。バカ、上空に雨雲があるんだ。今やらなければやるチャンスがない。37、36、博士、35、3、誰が言ってるんだ。指揮官です。大丈夫だ、何らかの異常があれば実験室の警報が鳴るはずだ。とにかくもう一度点検を。大丈夫だと言ってるだろう。実験は予定通り決行する。気象状況から考えて中止はできない。15秒前、14、13、12。設計されてるんだ。
外は危険だからよせ。マリさん、外はね、地獄やで、怪獣地獄ですって。落ち着け、マリさん。あら、探しに行くのよ。Thank you.
なんたら。気をつけてね。無事だったのね。心配したわ。よかった。本当によかった。僕、姉さん迎えに行こうと思ってここまで来たんだ。そしたら、基地の人がいっぱい逃げてきて、僕。基地は破壊されてしまったのよ。とんでもないことになる。私が開発したロケットの燃料がいっぱい入ってます。何か、ああどうなる。
爆発するぞ。何者やろ、どっから来たんやろ。分かんない。特殊燃料タンクは大丈夫やろな。爆発せんやろな。
な、まさか。森の中で何かが光った。何言ってんのよ。見間違いかな。気のせいよ。さ、帰ろ。うん、ね、気のせいでしょ。みんな逃げちゃっただろうな。博士は残ってるわ。基地研究室の絶対安全な場所でね。うん、科学こそは現代のハヌマーンか。あ、ね、足ひどく痛むの。うん、大丈夫、大丈夫よ。Thank you.
最強の怪獣ゴモラにはもっと恐ろしい超能力があるのだ。それは恐怖の怪獣念力だ。やるぞ。よし。うわっ、一人でダメだ。力を合わせて戦おう。よし、行くぞ行くぞ。うわありがとう、ハヌマン。ありがとう、ウルトラ6兄弟。さようなら、ハヌマン。さようなら、ウルトラ6兄弟。太陽にも負けない勇者ハヌマン。いつかもう一度M78 星雲、ウルトラの星へ来てくれ。我々は勇者ハヌマーンを心から歓迎するだろう。さようなら、勇者ハヌマーン。